今回のマッチアップはグエン VS ダリウス。グエンは機動力と射程を生かして優位を取りたい。あ、やべ、ダリウスは序盤で勝負を仕掛けて先手必勝だ。こんにちは。初心者同士でカウンターマッチアップをやるとちゃんと勝てるのか検証していきます。今回はグエン対ダリウス、レンはトップです。 OPGG のデータではダリウスの勝率が 52.65%、 レンキルレートもダリウスの方が高くて 53.56% あります。ルーンは互いに聖駆者になっています。勝敗は CS 差が30つくか2級差がつくかです。11レベルまで何事もなければ引き分けです。どうでしょうこのマッチアップは。まあダリウス強いよね。だよねもう張り付いて殴り合ったら何が起きても勝てなさそうなんで、まあ逃げながらね、逃げながら CS 取って、レベル6で 0.1 チャンぐらいあるかなだから当たりたくないのはダリウスの Q なんで、それを E で避けたいですね。 Q どのタイミングでハラスできるか。なんかダリウスがゴーストを使った瞬間に死にそうなんだけどまあそうだよ、このまま死にそうなんだけど、どうでしょう。キャーキャー痛いですわ。あのおじちゃんやべえな。やばいよねこのおじさん。もしで CS 取れねえじゃん。マジで CS 取れねえじゃん。終わってる、ね。さすがに当たるの死ぬのがそれ。いやミニオンがこっちが多かったからね、相当多かったからね。おお、なんとかなったな。おじさんでこうなると辛い。なんとかなったな。押し付けたい押し付けたい押し付けたい。無理だやべえ、グエン強え、この勝率なのに。やっぱ AP ダメージってのがいいのかな。でもこのウルトはやっぱロマンあるんだよな。当たると本当に強いよな、それ。3回使える。私の与えたダメージどこいったってなってる。そうよね。やった。ダリコーにも勝ってしまったな。もうちょいレベル6になる前にどうこうできたらよかったんだけどな。そうだね、ウルトがウルトしんどいよ、ね、そうだね。こっちが悠長にスタック食べとる間に与えたダメージどっかいってるもんそうだね、確かにダリウスがスタック貯める前にもうウルトと Q でやって しまうっていうのがグエンの勝ち筋ですね。いや、2キル差ついたぞ。どうします？もう勝てんな、ダリウス。そうだね、レベルこんくらい上がってきて、いや、普通にガッツリ当たればまだ勝てるだろうけど。あうん、タワーダイブしてみるか、お前。
あ、やべ、自分から当たりにしたあーあーああ見切るさあって、まあまあこっちウルトなかったからね。ウルトがない状態だったらあと舐めてがっつり当たってくれれば、まあでもちゃんとや真面目にやってりゃこんなことにはならんけどな、ね、でも意外といけたな。あ、9、うん、2回とも真ん中当たってなかった気がするんだけど意外といけた。まあダリコまあ勝率 53だし連切れるとも、うん、まあこんなもんなんじゃねえの。こんなもんなんかね。めちゃめちゃ序盤にゾーニングしてなんとかするか。レベル6になっちゃったらそうだね、でもスタック貯める前にグウェンがなんとかできるよね。おいおじいさん、あっ、うん、あびゃー、おじさん、いやいいね、ロマン砲ですねこいつのウルトは。そうですね、集団戦で当たれば当たるだけ回復するからね。はい、ジジ、今回の勝者はグエンでした。これからもマッチアップ動画作っていくのでぜひフォローしてください。このチャンピオンやってほしいとか、こうしたら勝てたよとかアドバイスとかあればぜひコメントしてください。ではでは。